ヘッド、ラジカル、グラビティ、パチ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 。今日ですね、ヘッドさんから出てる2021年モデルですね、この最新の5つをですね試打していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ストローク、ボレー、サーブと、まあ、それぞれですね、私と牧野コーチの方で試打してみてですね、それぞれの感想をですねお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではストローク行ってみましょう。ほい。といった形でですね、ストローク打っていったんですけども、どうですかね、今回このストローク。意外とラジカルプロとかいけたかなっていう気はしました。 MP の方が楽な感じはあったんだけど、はい、ちょっともうちょい強い球打ちたいなって思った時にプロの方がなんかこうスパーンっていう弾きが良かったかなっていう印象あって、まあでももしかしたら MP のガットが今もうすぐ切れそうになってるから、その感じもちょっと鈍さが出ちゃったのかもしれないんですけど、まあ、あとはずっとプロをこうね、テイクバックとか準備が間に合って打ち続けられるのかなっていうところで、これが98インチの重さが315だけどバランスが315ってちょっとあれなんですね、手前にある98だったからこう面がしっかり安定してたのかなっていう感じはしますね。僕個人的な意見としてはラジカル結構好きだったんで、歴代のラジカルそこそこ出していただいてるんですけど、前使ってましたもんね、あの、はい、オレンジあれね、これ青赤、うん、うん、前これぶっちゃけそのラジカルの悪いところが全くないです。なんかこう分かるんですよ、ラジカルね、僕のレベルが僕のテニスの話なんですけど、前までのラジカルって結構こう当たりが薄くなることも多くて、フレームの問題なのか構造の問題なのかっていうのはね、またこうなんだろう、まあ、細かいところになってきますからね、ホームページ見たりしていただければと思うんですけど、もう個人的なこともう実際打った感じとしてはすごいこう強いストロークも打っていけるし、回転もかけていける、まあ、僕はいつもお話してあげてるじゃじゃん、このVクワと、はい、CX400 ツアーの、例を挙げるんですけど、この2つのいいとこ取りかなっていうのが、はい、こっちでスピンかかりすぎる人は人で、こっちでぶっ飛ばしすぎる方はこのヘッドの、さあ次はラジカル MP、 ラジカルでもいいのかなと。綺麗な当たりでこうちょっと運んでいきやすいような感じはありますね。そうです、この感じが特に MP の方はあったから、その辺はすごいね、めっちゃ操作性も良くて、ナイロンな嫌な感じがない。そうですね、あの非力な女性の方だったし、あとこう私もこうちょっとパーンって言ったんですけど、当たった時の爽快感が半端なく良くて振りやすい、あの昔のラジカルの前のラジカルの嫌な感じがない、ない感じ。イメージで言うとそうですね、まあ、全面ナイロンでこう打ち負けない感じ、こうのなんか乗っかりすぎないというか、うまい、持っていける感じ、まあ、これはね、あの XR3 っていうガットなんですけど、全然そんな特別高いガットでもないし、あれそうですね、僕個人的には XR3 はあんまり好きじゃないし、バイフェーズ派なので、なんかどうしても比べたい感じがすごい好きじゃないんですけど、でも全然その XR3 の僕の好きでない感覚は全くない。ああごめん、つまりだからラケットが、うん、良かったと思う、うん、当たった時の衝撃も少ないし、こう例えば他のラケットだったりするとインスティンクとか、あとはどこでストリームとか、あれでこう抜けていく方はこっち使ってみるといいかな、うん、まあ、エクストリームでね、ぶなんかなんていうの、ぶっ飛んじゃうというか、ぶん回せないというか、それでちょっと荒ぶっちゃう人はラジカルの MP とかいいと思います。抑えられても、球が抑えられるだけで勢いが死ぬわけではないので、前は大きく分けるとこうエクストリーム、インスティンクト派とラジカル派って分かれたと思うんですけども、全くそこがこうお互いのいいところが歩み寄った感じが今はラディカルって言わなかった、あラジカル、ラジカル、ラディカル、はい、なんですけどね、はい、なのでちょっとこちら期待できると思いますけど、あーで、グラビティどうですか、グラビティちょっと女性にはきつい。
で、僕個人的には次はグラビティですね。グラビティですね。グラビティのツアーと MP があるんですけども、プロもありますけどね。はい、これ16-20です。で、こっちが18-20のパターンになる。ちょっと目が細かくなってくるんですね。で、個人的には僕こっちの方が結構好きです。ね、まあ、縦糸が通常のと一緒なんですけど、横糸ここ1本多めに入ってるんですけど、まあ、こう面がぶれにくいのとボールに力を伝えやすいので、まあ、ギリギリ OK かなってライン、まあ、通常プロの選手も18-20ってパターンが少なくて16-19だったりで、16、錦織選手のラケットは確か16-20のバランスだった、バランスのストリングパターンだと思うんですけども、まあ、ちょっとこう1本多くすることで少し面の安定とこう、ね、パワーを発揮するようにできてるのかなと思います。で、こっち18-20、僕個人的に嫌いじゃなかったです。ただやっぱりこれを使っていくにはかなりガット選びが大切になってくるかな、うん、で、今これポリガットでサーバイトを貼ってるんですけども、これね、基本125とか130を貼る方が多いんですけども、これ120で貼ってるんです。なので、18-20パターンにする方で少しこう腕の負担とか、マキの腰を実際に打ってていつもラケットが腕が痛いなって話を少ししてたんですけども、MP はまあ別にそんなあれなんですけど、はい、まあ、プロとかツアーはまあ当たり前だけど、まあ、ちょっと辛い、あ、重い、うん、はい、まずはこちらですね、グラビティの一番軽いやつ MP ですね。ただやっぱりヘッドのラケットってやっぱしなりますね。しっかりと295g と気持ち軽めなんですけど、しっかりボールが食いついてくれる感じと、当たった時の捉えた感がすごいいいですね。ああ、この18-20、よいしょ、ツアー硬くて好きじゃないんですけど、このヘッドのラケットに関しては捉えたところの、なんていうんですかね、このスイートスポットの、まずい、薄いフレームのイメージが強いんですけど、全然当たりが薄くならない、むしろ厚い当たりになりますね。さあ、最後はグラビティのプロですね。あー、ごめん、あー、サーリー振り遅れました。はい、あー、
ちょっとこう手元が重い感じがすごいするけど、あーごめんね。ちゃんと触れる方はこれ結構いいんじゃないですかね。あー、よう捉えた。ごめん振り遅れ。あーソーリー、ブラストでも当たりいいな。あああこれ打ち上げた。次行こう。それだけ負担が大きいので、できれば少しこう柔らかいガットだったりゲージを細くしてみたり、頭がこうね縦に立ちながら回復してみたりといったことをしていくといいのかなと思います。でもこっちのプロになってくると、もうスイングレベルがかなり高い方でなんかこうあれじゃん、選んでいくとピンポイントで打ちたい人じゃん、うん、ピンポイントで打ってもしっかり振っていきたい方、ね、あまりこうねスイートスポット外さない方ですね。こちら使っていってもいいかと思いますけど、おおよそこの2つで収まるかなと思います。まあ、僕やっぱりこれが一番 MV が一番おすすめです。はい、ガットのアレンジでもこの良さどんどん活かせていきますし、でフレームが薄いんですけども、当たりが全然薄くならない、チョリチョリみたいな形の当たりにならない、もしなったとしてもすごく分かりやすいので、こう究極的にこう攻めていけるラケットだと思います。あとなんといってもね、グラビティといえばやっぱデザイン性じゃないですか。このちょっとかっこいいですよ、ね、裏表の色の違う感じ、まあ、裏表のアウトみたいな。次はちょっとボレーを、いってみましょう。あーナイス、ボレーしやすいな。さあお次はツアー。あーちょっと弾かれる感じが、ストリングパターンが2つ多い部分だけあって少しボレーはしづらい。特にスイートスポット外してしまいがちな人は結構難しい。あかいい、かっこよく行きたかった。そんなもんっすね、僕の実力って。はい、はい、ラスト。あーでもプロ持った感がすごい軽い。おお、おお、惜しい。へい、沈めてきますね。ラディカル MP。 へい、ふい、これはもうとにかくボールを飛ばしやすい。あーかといって嫌な感じがない。あーあーチャス。そして次はプロ。ごめん、ボレー。腕が痛いよ。どのラケットが打ちやすいですか？まあでもラジカルの方がこう飛ばせる感じがしてよかったかな。こっちの方がボレーは飛ばしやすい。ただグラビティもこうなんだろう、パパンってこう弾ける感じで、なんか強いボレーを打ってる気分になれた。なんか速いボールにも目合わせるだけで持っていけたかなと。ボヨーンってこうぶっ飛んでいかない感じ、抑えられるっていうところではいいのかな。
ね、フレームが厚ければそれほどボールってこうね飛んでくれる印象あるんですけど、そうやっぱ飛びすぎちゃう、なんかこうね相手のパワーをうまくこう吸収できずにね、そのままボヨーンって飛んでっちゃうのって結構あると思うんで、グラビティは本当にラケットをこういうスイングしなければちゃんとこう前に押してれば逆にフレームね薄いですけど、うん、ボレーの練習するのにすごいしやすいです、うん、当たった時の感覚は一番身につきやすいかな、うん、またやっぱねちょっとこう18、20のパターンはよっぽどねスポットを外さないというか無理にもこねたりこねてしまったりとか、グリップが厚い方はモロハのツールになる可能性があるので、ね、こう怪我とかは注意していきたいですよね。結構18、20はちょっと腕にきましたね、うん、ボレーは特に腕がちょっと辛かったです。だからガットのチョイス結構大事になると思いますね、こちらの2つに関しては。はい、はい、今回のこれ結構やっぱ女性人気もすごい高いらしくて、このカラーリング、グラデーションでこうどんどん色が変わってくるので、こっちがちょっと青とか紫系の色で、こっちがグリーン、イエロー系の色になってるので、ちょっとね、こう気分が変わっていい色ですよね。そうですね、まあ、あとはスイングがきちんとできていかないとこのラケット使いにくいと思うので、ストローク、スワーブはしっかりできるように意識していけるといいかな、ね、このデザインでもうちょっとね簡単に使えるラケットが出てきたらすごい、それこそね爆発的にデザインから売れると思うのに。そうですね、まあ、グラビティのあれが違うんでしょうね、きっと、まあ、そうですね、ターゲット層が、はい、あ、わお、すごい。サーブですね、サーブにレッツゴー。 MB いきます。飛びやすいね。ツアー行きます。ほう、あ、プロ行きます。はい、サーブなんですけども、どれが一番打ちやすいですか。どれが一番打ちやすいですか、はい、僕ですか。僕じゃなくて、あの女性目線で意外と女性目線で見たときに、それはまあラジカル、ラジカル MP の方が打ちやすい。プロよりプロの方が多分走る感じはあるので振りやすいと思うんだけど、やっぱそのなんだろうな、それでずっとやっていけるかっていう、めっちゃ入る、やっぱその単発的な、ね、10分ぐらいのバカッと練習だったら全然いいんだけど、いきます。それをずっと練習で球出し練習とかをずっとやっていくっていうのはやっぱ準備のスピードが大事になってくるので、準備のスピードが間に合わなくなってきちゃうんじゃないかなっていう不安は出てくるかなと思いますね。あっ、ういー、牧野コーチと私、加藤のベスト3をそれぞれ発表していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、3いきますよ。 3? せーので指しますよ。まあ、多分なんか同じ気がするけど、はい、3ですよ、3、はいはい、3難しいな、はい、せーの、これお、分かれました、じゃん。まあ、なんでそれが3位なんですか。1位、2位からの3位あで、まあ、あと4、5はちょっと私の中でちょっときつかったので、あ、きつかった、めっちゃこのラケットにめっちゃいってますけど、そう、いやそれちょっときつい、18、20だったからなのか重さなのかどっちかなって思うけど、多分18、20だから結構腕にきたのかなっていう気はします。もうこれはもうオールマイティに打ちやすいし、頑張れば上達もできる。うん、もちろんもちろんもちろん。僕はね、逆にこれ120で張ってるんですか、ゲージが、スワーバイクの。だからなんかこう、あと当たった時がもうなんかね、すごい快感なんですよ。まあ確かに。パチンコで7揃うとか、なんか強い人がサービスをパーンと取れとか、うん、そういうような。一攫千金。そう、一攫千金ラケット。なので、これを使いながら、こうガットをうまく選んでいくとテニス上達するんじゃないかなって言ったんで、はい、選びました。はい。いきますよ。はい。ドゥルル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 。せーの、はいはい、じゃん、
はい、私はグラビティ MP、 さっき牧野コーチが3位だったんです。私はラジカルプロ。はい、その理由は、打った時の強さもしっかりありつつ振り抜ける感じかな。結構ハードなあれでしたけど、マギノコーチ的にこのガットあ、ガットない全面ナイロンでこれはいいと思います。別にこれでなんだろうな、こう弾きが足りない感はあんまなかった。まあでも、まあ、もし自分がこれ使っていくんだったら横ポリにしてやっていけた方がこうもっとこうしっくりくるのかなっていう気はします。縦はナイロン。ナイロン、ナイロンいっぱいあるじゃないですか。まあ切れる頻度によってちょっと変えていくかなと。最初はまあでもバイフェーズマイクロナイト多分切れちゃいますね。もう多分今多分切れると思うので、バイフェーズのエソスピードです。あ、そっか、エソスピード、そっか、エソスピードのコントロール16のゲージのものを貼って、まあそれで切れる頻度見つつ、まあ切れすぎたら、まあ AK プロとか、あ、それでも全然いい、 AK プロ CX とかでやってどうなっていくかみたいな感じじゃないですかね。で最終的にハイパー G みたいな、そんな感じかな多分。ちょ、色合いがね、すごいことになってくるんでまあどう合わせていくかみたいな、こういう感じになってくる。そうそうそう。で、これグリップ蛍光の黄色とかにしたね。めっちゃやばい仕上がりな。もうこれはでも、すべてにおいて、例えば自分が試合に出るとか、もう普通にガチで練習するとかなった時にこのラケットかなり、僕の中では、まあ、自分の技術がこう顕著に出ていきますし、こう速いボール、強いボールを打っていく時に適切なフォームだと、これが一番出やすいので僕は第2位ですね。わかりました。はい、さあ、第1位いきましょう。ビリリ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 リ、ダントツでしょ。ダントツ、ダントツでした。その使いやすさ、まあ、なんだろうな、ラジカルが良かった、あの、良かった中でやっぱ操作性の良さと、やっぱ自分の力量じゃないけど、こうなんかこう準備のしやすさとかを考えた時に、まあ、こっちの方が長い目を見てずっと使えるのかなって自分の中で思いました。これ300、これは300、フェイスが98で重さ300でバランスが320。これ僕もそうなんですけど、あの動画ストロークを見てもらっていいですか。こう無理やりでもバーンって打つったら当たった時の感じがめちゃくちゃいいんですよ。でしかもこういうちょっとフレームアップのラケットって当たってなんかいいボール打ったなと思っても結構ついてから伸びがないんですけど、これかなり伸びがありました。まあ、98っていうのもあるんですかね。多分ね、98にしてる分こう、ね、やっぱギュッとしてるので、ある程度こう当たるところが決まってきてる人、そんなに当たるところが散らからなければ全然これいいと思いますこの色違ったらよかったなっていうのが言われてました。まあね、はい、色だけはね、やっぱね、好きなあれがあるから難しいよ ね、まあ、まあね、これ自体が悪いわけじゃないけど、やっぱり一般的に受けるんだったら、ほら、ラケットだけを選ぶんだったらやっぱね、黒ベースのラケットが ね一番ね、いいですよね。できればこのラケットをこのカラーリングにしてくれると、まあ、したらやばいですね、いやー、ね、本当にもうこれ、万能ラケットですね。あ、まあ、でもあれかな、あれかな、 OG とかね、もういいのかもしれない。100でもう、なんだろうな、ある程度、こう飛んでっちゃう感じが嫌な人、幅広い層に受け入れられるラケットだと思うんで、色が平気であればね、うん、もう全面ナイロンで全然いいと思うから、それでね、見てみてください。はい、一度も取り扱いあります。はいはい、といった形で、今日も本音で、ラケットインプレッションですね、差し上げました。はい、よろしければチャンネル登録、いいねボタンお願いいたします。では今日はこれで終わります。どうもさよなら、ありがとうございました。バイバイ。